こんにちは、ガミです。ということで、いろんなったんで Vlog やっていきたいと思います。今日の名古屋はね、夜になって、夜中になったらちょっと涼しくなってきたわ。昼間めちゃくちゃ暑かったけどさ、今、もう3時だもんで、まあ涼しいやん。この間まで夜中になっても涼しくなかったけど、ちょっと今日は、まあ涼しいっつっても暑いけどね。ということで、昨日はさ、京都に行ってきました。めちゃくちゃ、楽しかったし、なんか勉強になった本当に。でさ、昨日ちょっとやれんかったでしょう Vlog が。昨日は新幹線で行ったんだわ。いつもさ京都ぐらいだったらもういつも車で行っとったんだけど、近いから。だけどまあ昨日ちょっと電車で行こうと思って、初めて行ったんじゃないかな電車で京都。新幹線で大阪とか福岡とか西の方は全然行ったことあるんだけど、昨日初めて京都で降りるなんて、いつも新幹線通り過ぎとったでね、ひょっとしたら初めてかもしれん、まあ、初めてじゃないかもしれんけど、記憶力がないもんで最近ということで、めちゃくちゃ早いが新幹線。俺家から名駅名古屋駅まで電車で20分ぐらいなんだわ。で20分ぐらいでまあなんか切符買ったりとかして10分で新幹線乗り換えたとしたら30分ぐらいで着くもんで、家出て1時間後にはさ京都におるわけ。ほんで何、帰りもそう、帰りも京都で昨日ちょっと飲んどったんだけど、10時に出たんだわ、ちょっと時間ないのですいませんとか言って、で11時過ぎぐらいには家着いとったかなって感じだから、もう車でもまあ1時間半もあれば十分行けるけど、新幹線で行ったら京都ってめちゃくちゃ近いがと思ってちょっと勉強になりました。ほんでまあ新幹線が早いっていうのは勉強になったっていうのはまあどうでもいいんだけど、京都行ってでまあ京都の社長さんとちょっとお話しさせていただいて、めちゃくちゃうまいさ、めちゃくちゃ高級なすき焼きをおごっていただいちゃってさ、本当にもう恐縮すぎてなんか本当申し訳なかったんだけど、めちゃくちゃいい思いさせて もらいました。すいません、本当にありがとうございます。めちゃほんでまあうまいもんを食わしていただいたのもそうなんだけどさ、まあ、話もさなんかやっぱ先輩だから、俺がなんか感じてきたこととかをもうすでに経験済みで、さらにもう乗り越えて成長成功してる方だから、もうなんか俺の心お見通しみたいな感じなわけだからさ、本当に何話してもなんか俺にとってはめちゃくちゃ跳ね返ってくるっていうか響いてくるもんで、すげえ充実した日だった。でさらにそんなめちゃくちゃうまいさ肉も食わしていただいてさ、本当にありがとうございましたということで、京都めちゃくちゃいいやん、なんか活気が違うし、前も言ったけどさ、大阪とか京都とかってさアホみたいに外人がおるでしょう。ほんで昨日さ新幹線降りてタクシー乗ったので、タクシーでさ運転手さんにさ、めちゃくちゃ外人おるっすねとか言ったらさ、その人日本はアメリカに操られてる系のさ会話が多分めちゃくちゃ好きな人でさなんかめっちゃ言ってきて、いやこれもねもうどうかと思いますよとか言って、確かに今は外国人のあれでいいですけど、もう金ない外人ばっかすからねみたいなこと言い始めてさ、そうなんすかっつって、でなんかその今民泊みたいなさすごい安い宿泊施設みたいな流行っとるでしょ、でそういうとこに行けって言われるんだって英語で。でも何言っとるかわからんし、有名なさホテルとかだったらすぐ行けるんだけど、何全然知らん民泊とか行ってくるもんで、なんだそれどこ行って、ほんでさでずっと行ってもさ看板もないようなところがいっぱいあるんだって。でも今なんかそういうリーズナブルに泊まる宿泊施設民泊みたいなやつがめちゃくちゃ流行ってるらしくて、本当に知らん宿泊先ばっかで困りますわとか言って、あと荷物もめちゃくちゃでかいし、なんなんすかねこいつらみたいなこと言っててさ、でまあでも確かにその観光客はまだありがたいかもわかんないですけど、住んでる人とかどうなんすかって、まあ、住んどる人は少ないねとか言って、でそれ聞いたもんで、
その話が始まったんですよ。いやもうね、今の岸田政権はダメですわみたいな、なんか外国人をどん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 受け入れて外国人優遇して日本人をほったらかしでとかで、もうめちゃくちゃそういう話をし始めて、で俺もその考え派なんで、俺外国人が嫌いとかそういうの全然ないし、なんか別にこっち来てさ、日本に住んでさ、別に共存していくなんて全然いいじゃんとかって思うんだけど、思うんだけど、やっぱりその国がさ、外人甘やかしすぎでしょうみたいな、そこに納得がいかんわけ。もうめちゃくちゃなんか本当に、まあ本当かどうか知らんけどさ、日本人が本当に生活に困って生活保護を申請しに行ったら、なんかなんだかんだ言ってめちゃくちゃ断られるのに、外国人がなんか向こうから来たら1週間ぐらいで生活保護が通って、なんか何もやってねえのに金もらえるで日本最高だがやみたいな、なんかほいで、まあそれらは別にいいんだけど、それで日本が舐められとるのがやだ。俺さっきも言ったけど、外国人と共存するんだったらいいんだわ、同じ立場で、ほんで一緒に頑張っていこうぜみたいな感じだったらいいんだけど、なんかさ、日本の政策とかさ、あのめっちゃちょろいやみたいな、なんか例えば俺らがどっか知らんけどなんとかっていう国に行ったらさ、なんかあそこ行ったらさ、働いてないのに20万ぐらいもらえるらしいよとか言って、行ってみようぜとか言って行くじゃん、これ本当やもらえるやんって言ったら、舐めるじゃんその国を、なんだこれめっちゃ余裕やんとか、めっちゃいいやんとか言って、で遊ばず働かず遊んでこうとか言ってさ、なんかなるじゃん、そうなってんだよ。だからそういう政策とかによってこう共存するならいいし、俺もなんかそういう差別的な考えとか全くないからそれはいいんだけど、舐めてくんのは良くないでしょうみたいな、そこにね、なんか怒りを感じるもんで、その運転手さんとはまあ15分ぐらいだったけど、なんかめちゃくちゃそういう話してたわ。なんかそうやって思っとる人もおるんだなと思って、まあそんな感じでさ、本当に昨日はまあおそらく初めて新幹線で京都に行った、まあ初めてじゃないような気がしてきたけど、まあ初めてってことにしとこう、初めて行って、で京都の社長さんに初めて行くめちゃくちゃうまいすき焼き屋さんに連れてっていただいて、でまあそこからまたちょっと場所を移動して飲みながらいろんな話をさせていただいて、でめちゃくちゃ勉強になったし、もうまだまださ、めちゃくちゃずっともう朝まで降りたいぐらいの感じだったんだけど、俺今日のさ昼に急遽名古屋銀行に行かないかんくなっちゃってさ、昨日新幹線の中で電話かかってきて、あじゃあ明日しかないっすって、明日行きますっつって、んでまあ今日行ってきたんだわ。だもんね、まあそれが入っちゃったもんで、止まらずに普通に終電で帰ってきたんだけど、まあほんでも夜10時まで京都で飲んどっても全然家に帰れるんやと思って、めっちゃいいな京都と思ってさ、やっぱなんか文化が違うじゃん。まあ俺が好きな大阪もそうだけど、まあ京都も好きだね。京都と大阪また全然違うけどさ、やっぱりその町の文化がしっかとしとるじゃん。名古屋ってあんまないじゃん、その昔からの文化みたいな。京都なんてもう文化の塊じゃん、もう日本のなんかもう原点じゃんみたいなところあるでしょ。だからもう京都はもうめちゃくちゃ楽しかった。だからまあちょっと月曜日からさ、そんないい思いさせてもらって恐縮なんですけどもなんていうのやっぱ外出るもんだなってもう改めて思った。まあ今年はさ、俺外出まくっとるけど、いろんなとこ行きまくっていろんな人に会いまくっとるけど、昨日は本当にいい一日でさ、改めてこれ大事だなってめちゃくちゃ思った。だから頻繁に京都行きてえな俺って思った。なんかさドラクエみたいなもんですよ。人生はドラクエだって俺よく言うけどさ、まあドラクエが人生をこうモチーフにして作っとるんだと思う。本当によくできたゲームでしょあれ、まあ、小学生の時以来やったことないけど、本当によくできた ゲームだと思うわけ。こうやってさ、自分がなんか今いるさ街んとこでさ、ぐる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 しょったらさ、別に弱い敵しか出てこんしさ、でその弱い敵やっつけてもさ、別に大した金がもらえるわけでもないしさ、大した経験値がもらえるわけじゃないじゃん。だけどこう自分の街でなんか飲み屋みたいなとこでさ、いろんな人の話を聞くとさ、
あっちの洞窟になんかあるらしいぞとか言ってなんか情報をくれるわけじゃん。ほんで情報もらって洞窟行ってみるじゃん。そうするとさ、アホみたいに今まで戦ったことないみたいな敵がおってさ、一発でやられてとかさ、何これでも、じゃあちょっとやっぱりこの自分の周りでこう経験値を積んでからあの洞窟行かなかんわってなるじゃん。ほんである程度強なってさ、洞窟行くとさ、そいつ倒せるようになるじゃん、強いやつを。そうすると強いやつやった倒したと思ったらさ、今までよりもちょっとお金も経験値も多くもらえるじゃんみたいな。だからさ、こうやってどっかいろんなとこ行っていろんな人と話を聞いて、で情報を得て、でその情報を得た通りに一回動いてみると壁にぶち当たって、ほんでそれを壊すためにもう一回戻ってちゃんと作戦立ててもう一回やっつけに行ってみたいな繰り返しで、どん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 アホみたいに強くなっていくでしょ、ドラクエの人は、主人公はみたいな。なんかさ、やっぱ昨日今日と言って思ったけど、やっぱり自分の街だけでぐる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 しとっても、まあそれでもたまにはなんかいいこともあるけど、やっぱり全然知らん街へ行ってこう経験してくるっていうのは、お話をしてくるっていうのはめっちゃくちゃ大事だなと思って帰ってきたわ。ということで、まあ今日はさ、その名古屋銀行行って、ほんでそっからずっとバナナコーヒー港区の店でずっと仕事しとったわ。なんか今さ、壊れたものを発注したりとかさ、荷物の受け取りをバナナコーヒーにしとったりとかするもんでさ、おらなかんでしょ。普段全然おらんもんで、ずっとシャッター閉まっとるもんでさ、前も何回かあったんだけど、荷物が戻されちゃうんだわ。受け取り浸透だもんで、今は毎日行ってさ、不在表確認したり、ほんで明日は町の人が来る約束になっとって、港ので、明後日も見積もり、明後日も見積もりみたいな感じで、ちょっとね着実にこう店の復活に向けて動いとるんだけど、まあまだまだ完璧じゃないもんで、ちょっとそれの含めね、その準備も含めね、ちょっと今週は港メインで、とは言いつつ今も栄の帰りなんだけどね、港で終わって栄行って、で今日はさ給料日だから、給料お支払いする日だから、またいつもの通りさ、お金を持ってきて、で今からセブンイレブンで入金してっていうルーティンですよ。もう10日に一遍は絶対それをやってるから、10日に一遍っていうか、もっとスパン短い時もあるけど、10日20日27日月末、この4つはもう100万単位でお金がなくなってく日なんで、10日今日超えると20日まであと10日間さ、ちょっと俺の中ではなんかインターバルがあるみたいなイメージなんですよ。だからまあちょっと今日乗り越えて、また明日からも頑張っていきたいと思います。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。